にちは、みなこです。今日はお家で手軽に作れるタピオカドリンク、いろいろ紹介していきます。まず定番のタピオカミルクティー作っていきます。今回は業務スーパーに売っているインスタントタピオカ使っていきます。こちらはお湯で30秒茹でるだけで簡単にもちもちのタピオカができます。スーパーによく売ってる水出しアイスティー、紅茶パック使っていきます。ボトルにティーパックを入れて水を注いで1時間ぐらい冷蔵庫で冷やします。グラスに氷を入れて牛乳を注いで好きなだけタピオカを入れたら、さっき作ったアイスティーを注ぎます。黒蜜をお好みの量入れたら完成です。お家で簡単に飲めるタピオカミルクティー最高です。材料の目安はこちらです。タピオカミルクティーは牛乳じゃなくて豆乳で作っても美味しいです。調製豆乳を使えば黒蜜なしでも甘くて美味しいです。次は桃を使ったタピオカティー作っていきます。こちらも業務スーパーで購入したんですが、角切りになった白桃の缶詰です。グラスにシロップごと桃の缶詰を入れたら、さっきと同じ市販の紅茶パックでアイスティーを作って、氷とタピオカとアイスティーを注いで出来上がりです。桃の果肉が甘くて爽やかで、紅茶とよく合うし、タピオカともよく合います。次は白桃ミルク作っていきます。ミキサーを用意して桃の缶詰と牛乳を入れて混ぜます。甘い方が好きな方はシロップを多めに入れます。グラスにタピオカを入れたら、今作った白桃ミルクを注いで、あと上にも桃の果肉を乗せて完成です。これもまた甘くてとっても美味しいです。おすすめです。はい、次は黒ごまバナナ豆乳ミルク作っていきます。まずミキサーにバナナを1本と豆乳と牛乳を入れます。で、黒すりごまをお好みの量入れます。しっかり混ぜていきます。カップにタピオカを入れて、今作った黒ごまバナナ豆乳ミルクを注いで混ぜたら出来上がりです。とっても濃厚で飲み応えがある一杯という感じです。はい、次はカルピス牛乳にタピオカ入れていきます。薄めて飲むタイプのカルピスをグラスに入れて、牛乳で割っていきます。タピオカを入れて完成です。甘くて濃厚なんですが、カルピスの香りが爽やかでごくごく飲めちゃいます。はい、次はコーラのタピオカドリンク作っていきます。タピオカに冷たいコーラを注いだだけでも十分美味しいんですが、レモン風味の炭酸水で割るとより爽やかになって、甘さも控えめになって美味しいです。氷をたくさん入れてキンキンに冷やしていただきます。はい、次はジャスミンティーのタピオカドリンク作っていきます。グラスにタピオカを入れたら、市販のジャスミン茶入れます。ここに黒蜜をお好みの量入れます。ウーロン茶とかほうじ茶でやっても美味しいですが、ジャスミンティーにタピオカがすごく合うなと思います。次はタピオカ抹茶豆乳作っていきます。グラスにタピオカと氷を入れて調製豆乳を注ぎます。スーパーのコーヒーのコーナーに並んでいると思うんですが、ネスレの抹茶ポーションを入れます。甘い方が好きだったら黒蜜も入れます。抹茶ポーションがすごい便利です。タピオカ抹茶豆乳でした。はい、次は黒酢ソーダにタピオカ入れていきます。今回はこちらの黒酢ドリンク使っていきます。ストレートでも飲めるタイプなんですが、ソーダで割った方がより飲みやすいし、タピオカとも合います。韓国のミチョとか他のお酢のドリンクでやっても爽やかで美味しいんじゃないかなと思います。次はマンゴーのタピオカドリンク作っていきます。こちらも業務スーパーで購入した冷凍のマンゴーとココナッツミルクです。ココナッツミルクは器に移してレンジで2分ぐらいチンします。温まったらお好みの量砂糖を入れて溶かします。で、冷ましていきます。ミキサーに凍ったままのマンゴーと牛乳とさっき作ったココナッツミルクを入れていきます。で、ミキサーで混ぜます。グラスにタピオカと氷と今作ったマンゴーココナッツミルク入れて完成です。もう台湾のお店に売ってそうな味です。美味しいです。次はヨーグルトを使ったマンゴーラッシー作っていきます。ミキサーに冷凍のマンゴーを好きなだけ入れて、牛乳とマーマレードジャムとあとプレーンヨーグルトを入れます。ミキサーにかけて混ぜます。タピオカと合わせて出来上がりです。
これも南国っぽくてとっても美味しいです。最後は彩りが可愛いアサイーザクロドリンクにタピオカ入れていきます。今回は手軽に無印良品で売ってるアサイーザクロドリンクを使います。カップにティースプーン4杯ぐらいの粉を入れて冷たい水を入れます。よく混ぜたらタピオカを入れて出来上がりです。簡単です。炭酸で割ったり、これもココナッツミルク入れても美味しいかなと思いました。無印良品のアサイーザクロドリンクを使ったタピオカでした。はい、ということで今回はお家で手軽にできるタピオカドリンク、いろいろ作ってみました。何かの参考になれば嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。